おそす。マニアのヒムロックです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、YouTube で話題になってる、さくらたかとらさんのことと、柴田さんのことをちょっとお話ししようと思います。すいません、なんだか偉そうで。まずどちらのチャンネルとも、自分のチャンネルなんかとも比べ物にならんぐらいすごいチャンネルなんで、やっぱそこは、認めてます。すごいな、この人たちと思います。で、さくらたかとらさんは、自分が思ってたのですよ。友達との会話とかで、さくらたかとら知ってるみたいな会話もあったんで、知ってるよっていう、その延長で話したことは、毎日投稿してるってすごいじゃないですか。で、これ動画作ってる人とかはよくわかると思うんですけども、毎日作るってめっちゃ大変なんですよ。だいたい自分の動画でも、最低でもやっぱり2時間半から3時間ぐらいかかるし、それを、実践に赴いて、編集をしてアップをして、で毎日6時夕方6時か7時ぐらいにアップするっていうのは、どう考えても一人じゃ無理やろうと思ってたんですよ。でそれが毎日毎日投稿できるってことは、おそらく本人が撮って、でそれをすぐなんかアップロードできるような、コミュニティサイトみたいなの作ってて、身内だけのそこにアップロードしたデータを受け取った人がささっと編集して、で投稿するっていう感じかなと思ってたんですけども、柴田さんの話が真実であれば、チームで何人かやってるってことを、暴露してくれてたので、そう考えた方がつつも合うんですよね。確かに、チーム編成で 3,4 人の人間が、それぞれの拠点で動画を撮りに行って、でデータを渡して編集してっていう形でやっていくと話のつつもが合うんで、そうだと思うんです。で今回コロナで自粛中なのに寝台打ちに行ったりしているさくらたかとらは、ファックだということを動画で上げたんですね。その延長の中でさくらたかとらさんチームが、10万円いつも握りしめて何々打つっていう形でやってたんですけども、その10万円をコンビニに入って募金箱に入れたという、で謝罪という形を取ったんですね。で自分としては10万円入れるかな、そんなん。どうやろうね、10万円入れるか。その辺は柴田さんに煽られて炎上してるから一応体裁取ったっていうのかもしれへんけども、確かにこれに関しては柴田さんの言う通りちょっとキモいよね。なんか貫けばいいのにって思うんやけど、なんかその辺 なんでやろうなっていうとこと、あと柴田さんも全然嫌いじゃない人ですし、昔から柴田さんも拝見させてもらってますしね。で実践で2回3回ぐらいかな、お会いっていうか、彼が来てて自分が写真一緒に撮ってもらったりっていうのはもう結構昔にありましたけども、 YouTube ってそもそも自分が2年半ぐらいかな、なんでただ見てるだけの立場の人間から動画を投稿するようになって、あんまり柴田さんの凄さとか、その YouTube 界においてね、YouTube 界において、日本人の YouTube 界において、柴田さんの凄さとかがちょっとあんま当時分かってなかったんで、気軽に話しかけさせていただいたり、公式サイトでメールを送ってしまったりとか、全然自分は違うジャンルのビジネスしてて、そこそこうまくいってた時期もあったんで、下に見てたってわけじゃないんですけども、芸能人とは違いますからね、 YouTuber っていうのは素人ですから、だから親近感持ってたんですけども、当然スルーされますし、実際にお会いしても別にそんなね友達になれるわけでも当然ありませんから、お会いしても声かけたりとか、そのメールしたりとか土地狂ったようなことはもうしなくなったんですけどね。でその柴田さんについてはちょっと前小学生 YouTuber がなんかいるじゃないですか、ちょっと炎上したっていうか学校に行かんでもいいみたいなね、あの人のことについてもすごく柴田さんディスってたし、さくらたかとらさんのことに関してももうなんかね、もうきっしょいとかもうめちゃくちゃ言ってはるしね。ちょっとね、
まあ、そういうやり方でねビジネスされてると思うので、まあもちろんありはありなんですけど、ちょっとね大人げないですよね。なんかまあまあそれがでも売りやしね、うん、なんとも言わんけども、まあ今回はさくら高虎さんと柴田さんについてちょっと思うことを言ってみました。現状大阪のお店 もう全部営業自粛ということで、まあ、吉村さん効果が、まあ、あったんでしょうね、うん。まあ、当初5月6日で解禁っていう段取りやったんで、まあ、それが延長になったじゃないですか昨日。なのでパチンコどうなるんでしょうね。自分が思うには閉店せざる得ない状態になるところも当然あるでしょうし、解禁してからやっぱ大手以外は解禁してからちょっとねいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱり固定費が莫大ですからね、店舗ビジネスは。総台数500台とかそういったお店レベルでもやっぱり家賃って本当500万600万っていうレベルだと思いますし、そう考えるとその分が毎日の日銭が入ってこないから、まあね、大阪のパチンコは大変ですし、コロナ自粛が明けたらどうなるんだろうなっていう心配はありますけども、スロッターの皆さんもね大変だと思いますが、自粛明けはまあ大手しか立ち回れないんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけで今回はさくら高虎さんも柴田さんも私なにわのヒムロックもどっちもどっちや思います、どっちもどっちやと思いますすいません。というわけでまたお会いしましょう。これもディスられるかもね。バイバイ。よろしくお願いします。ありがとうございました。